乱世に軍友が割拠する中、曹操は可否で呂布を下した。乱世の鬼神、その部位は幾万の兵をも上回る。曹操は呂布の縄を解くと、自らの将として軍に組み入れた。それから2年後、河北は曹操と袁紹の両雄が睨み合う形となる。数に勝る袁紹は大軍を率い南進、曹操に対し関東で陣を構えた。飢餓の兵数の差は圧倒的、正面から当たる愚は犯せない。曹操の軍師郭と郭嘉は、奇襲こそ上策と進言する。だがその一方で、戦乱に飢えた猛将たちがうなりを上げていた。曹丕、李典、そして呂布と共に曹操軍に加わった張良、3人の男たちが今、未知数の戦場へと踏み出す。果たして曹操は命動する関東に勝利をつかむことができるか。この戦、あの野獣旅行を父の戯れは戦にどう響くか見ものだ。名族にふさわしい圧倒的な勝利を飾るのだ。王国、袁紹軍が大攻勢をかけてきました。このままではこちらは総崩れです。終わりにしてやろう。同志の力を見せてもらう。戦争へと進み、袁紹軍の進軍を止めてみせよう。いいだろう、雑魚の群れなどすぐに蹴散らしてやる。我が知恵を挽回できるか。敵は大化、兵糧の調達も不可能となる。どこかに蓄えがあると見る。燃える気概、呂布が前線を抑えている間に探し出す。これ以上勝手な真似はさせん。あいつを狙え、即刻打ち果たすのだ。頭を冷やせ。
私が討ち取った。どこで読み違った。さすがにまずい。その首もらい受ける。いざ、これで頭を冷やせ。ここは引くが得策か。敵の兵糧は見当たりません。野獣を放ったとはいえ戦局は厳しい。早く敵の弱点を暴き出さねば。敵は雑魚ばかりではないか。そうそう、いつまでくだらんことをさせる気だ。私を追いかけさせたいところですが、仕方ありません。あの方を追いましょう。その勢いは誰にも止められますまい。おお、素晴らしきお働き。兵糧庫を潰せ。それで奴らは崩れよ。いい気になる。ならば俺はその倍の人数を切ってやる。ここで頭を冷やせ。両夫一人に何を手こずっておる。もっと兵を回し、奴が暴れるのを止めよう。愚か。あいつは俺が追うぞ。暴れさせてなるか。散りゆく美しさなど私には不要。またお会いしましょう。敵将、私が討ち取った兵糧を狙うとはこのいい目の付けどころだ。だが俺がいる限り好きにはさせんぞ。これでは我が軍は戦線を保てぬではないか。これで頭を冷やせ。これで兵の鷹は意味はなさなくなったが、覚悟、兵長の陣へ向け進撃せよ。やっと死ぬ。退屈させる。いいか、ロフを引き込むのだ。霊族の意向に圧もなびいてくるはずだ。あら、活躍して私の気を引くわけだね。かわいい。愛に差し上げますね。これで機械で頭を冷やせ。するものさ。追い知るがよい。
この勢い誰にも止められますまい。俺に頭を冷やせ。本領はここからよ。行くぞ。三分なきまでに叩き潰す。わしの知略が破れようと。素晴らしきお働き。私が討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。これで家屋一帯はわしのものよ。